ジャン一世は、ベリー公及び、オーベルニュー公、ポワティエ博。カレー公と呼ばれる。フランス王ジャン二世と非であったボーヘミア王ヨハンの王女ボンヌの三男。兄に、フランス王シャルル五世とアンジュー公ルイ一世が、弟に、ブルゴーニュ公フィリップ二世がいる。1357年、ジャン一世が最初に、アパナージュとして与えられたポワティエは、前年のポワティエの戦いで、 父がイングランドに大敗して、捕虜となりポワティエも占領され、名ばかりのポワティエ博となってしまったため、同年に、長兄シャルルから、オーベルニュの隣接地域で、同等の収入が見込まれる南フランスのラングドックを、失勢の立場で与えられた。また、オーベルニュは本来、アパナージュとして与えられたものなので、男系が断絶した場合には、王領に編入される、はずであったが、 本来はパナージュ設定ではない、ブルボン家の家業も、オーベルニュと共に王領に編入することを断経が断絶した場合の条件として、娘、マリーの結婚相手ブルボン皇者一世への相続が認められた。だが、実際は、イングランドの旅衆である父の身代金年出のため、ラングドックへ赴任したに過ぎず、地元の農民反乱や貴族の紛争に巻き込まれ、 住居を転々としつつ自治都市や貴族から金をかき集め、1359年にアルマニャック白ジャニ一世の娘ジャンヌと政略結婚もしている。1360年のブレティニー条約の結果、ボワティエはイングランドに渡ることになり、ラングドック失政も解任されたが、1369年からのイングランド領征服事業に乗じて、ボワティエを回復。 1375年に、ルジニャンを獲得市場の改築や、農民移住奨励など、復興作業に尽力した。イゴモル・クレムラン・ヴィー・セートル、ニオール、ドン・ズナック、モンパン・シエなど、ポワティエやオーベルニュの都市を買収で手に入れ、ブールジを中心とした領地で支配を固めた。1380年に長兄が亡くなりオイシャルル6世が、即位すると、時系のアンジューコール1世。 弟のブルボーニュ皇フィリップ二世、義兄のブルボン公ルイ二世と共に、幼少のシャルル六世に代わり、政権を掌握、ラングドック失政に再任して、財産を蓄えたが、1388年に、シャルル六世が申請を宣言すると、他の兄弟ともども政権から遠ざけられ、翌1389年に失政を解任された。だが、1392年に、 シャルル6世が発狂して、統治不能になるとゴータンコと共に政権に復帰、1401年にラングドック失勢の地位を取り戻した。それからは、領地保全と百年戦争中のフランス国内の対立を収めるために尽力、老いのオルレアン号類とゴータンコの間の和平工作を行った。また、1404年にゴータンコが亡くなると彼が、 養育していたアルティールド・リッシュモンを引き取り、ルイ王太子の側近に引き立てている。ゴータン公の息子で、オイジャン一世が、オルレアン公との対立を継続した際も1405年に、両者を和睦させたが、1407年に、オルレアン公が、ムコア公の資格に暗殺されると憤慨して、ムコア公を求断、翌1408年に一転して、彼を政権に呼び戻すが、 1410年に、オルレアン公、シャルル、ブルターニュ公ジャンモセイ、アランソン・ハクジャン一世、アルマニャック・ハク・ベルナール・ナラセイなど大諸公や、隕石関係にある貴族たちと、治安同盟を結成した。以後アルマニャック派と名を変え、イングランドへ援軍派遣を打診しつつ、ムコアーラブルゴーニュ派と、フランス各地で戦い、1413年にムコア公が、 パリの民衆暴動で退去した後にパリを奪ったが、1415年にイングランド軍が乱入しアジャンクールの戦いでアルマニアック派が惨敗、ルイ王大使が死去して弟ジャンが王大使としてムコワ号に擁立されるとアルマニアック白をパリへ呼び出し、1416年に75歳で没した。息子に先立たれていたため所領の多くは王領に編入され、 1417年に、ジャン王太子亡き後に選ばれた、シャルル王太子は、ブール寺を根拠地にイングランドと対峙することになる。政治以上に、ジャン一世は、美術品の収集家や芸術家のパトロンとして知られている。ランブール兄弟に、ベリー公の糸も豪華なる、自動書を制作させたほか、様々な貴金属、工芸品、彩色写本を所有していた。 建築にも熱中し17に及ぶ上官を手掛け、デュジニアン城やブールジュの教会など、改築事業やコレクションに膨大な財産を投じるあまり、ベリー高領は、フランス中で、最も税が重い地域になり、ジャン一世の没後相当長くの負債が残されたという。最初の日である、アルマニャックハクジャン一世の娘ジャンヌとの間に三、何二条を設けた。二人目の日は、 オーベルニュハク及びブローニュハクジャンヌ2世であったが、彼女との間には子供は生まれなかった。樋口、P70、P77、エチュベリー、P51、P58、P64、P65、キド、P91、P93、ひ口、P17、P19、P26、P33、P76、佐藤、P95、p 1 0 2 P. 百八。エチュベリー。P. 六十五。P. 七十五。P. 七十八。P. 八十八。P. 九十七。P. 九十八。木戸。P. 九十五。P. 百一。P. 百二十三。樋口。P. 四十一。P. 四十五。P. 五十一。P. 五十六。佐藤。P. 百十三。P. 百二十一。樋口。P. 六十一。P. 七十。佐藤。P. 百三十四。P. 百三十五。 ありがとうございます。